あとその近所のね、その5歳児の親戚がいるって言ったじゃん。今幼稚園児だから忘れ物しない方がいいよって。幼稚園の時さ、こうこうこういうことがあってさ、なんか忘れてさ、マジでやばかった記憶あるから、君は忘れ物しない方がいいよ、マジでビビるよって言って。何言ってんの、青くん5歳児でしょ、昔じゃないじゃんって言われる、いつものルーティーンがある。うん、青くん5歳児らしい、その子からした。僕さ、その子親戚だからさ、僕その子のさ生まれた頃から見てるわけ。その5歳児が0歳児どころか生まれてすぐくらいからもう見せてもらっているわけなのにさ、タメだと思われてる。なんでいいけど、青く言う5歳みたいね、友達だと思われてる。なんか多分大人の対応してないかも。喧嘩するしね、僕さメンバーと喧嘩したことないのにさ、その5歳児とはよく喧嘩すんだよね。ごちゃだったのかわいいねやめてくれよごちゃいじゃ扱いしないでよ。かっこいい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 大人ですよ。僕は、僕めったに怒らないしめったに喧嘩しないんだけど、ごちゃいじとは喧嘩するんだよね。だってさ、この間さ僕のこと嫌いって言ったんだもん。許せないよ、僕はあの子のことをこんなに好きなのに僕のこと嫌いって言ったんだもん。走っちゃダメなところで走ったから、走っちゃダメだよって言っただけなのにさ、青く嫌いとか言ったからさ、嫌いだけは言うなって言って争いは同レベルでしか、あ、そういうこと、もしかしてメンバーと喧嘩しないのはメンバーが大人ってこと？僕メンバーより精神年齢赤ちゃんってこと？そんなバカな。メンバーもっと子供説？あー、ようこそホロベイビーへ。ホロベイビーには入らない、僕5歳児だから、ベイビーではないから。僕5歳児ではないです、間違えました今それでそいつ番長じゃね？あ、番長？僕もしかしてさ、今気づいたんだけど、僕番長の言葉わかるのさ5歳児のおかげかも。あ、気づいちゃった、僕が番長語をネイティブに読み取れるのは5歳児と常に関わってるからな。気づいちゃった、そういうこと？番長の言葉がわかるのは僕がよく子供と関わってるからですね。うん、番長イコール5歳、滑舌は5歳かも。あ、でも5歳の子は最近もうちょっとペラペラ喋れるな。その子がそう、0歳児から関わってるから、そう、僕親戚のね赤ちゃんとかと全然関わり合いあるから、多分ネイティブなんだと思うディスってないよ、可愛いよね。そうだから番長の言葉は誰よりも理解できます、任せてください。うん、それ5歳より番長が、うん